はい、皆さんお疲れ様です。シマウマです。ここ横浜新道からお送りいたしますと、今日はですね、私がこの ZRX につけている、まあ、カスタムパーツ、まあ、アフター車外製のパーツで体感できた順位っていうかな、実際つけて変わったなって、うん、思ったものを上げてみようかなと思ってます。まあ車外パーツいろいろとはね出てますけど、まあ実際つけてみて体感できなかったりするものもいっぱいあるかと思うんですけど、まあいくつか私もまあフルカスタムではないですけど、まあカスタムパーツをつけて乗っているので、まあその中でこう体感ができた、ものっていうのは誰かの何かの参考になるかなと思って、はい、機能性パーツとしては何だろう、マフラー、サスペンション、ホイール、そしてクラッチマスター、そしてブレーキマスター、まあそのくらいでいきますかね。あと機能性パーツって何だろう、私ブレーキキャリパーは前後ノーマルなので何とも言えないんですが、その中で一番体感ができたもの、カスタムパーツ、それはですねホイールでした。マルケジーニの、まあマグじゃなくてアルミ担当なんですけど、これですね、一番つけてこう乗った時にうおーっていう感じマジかーっていう感じでしたね。はい、まあ最近のバイクはまあ元からノーマルホイールが比較的デザインもよく軽くできているので、まあ車外パーツに変えて、まあよほどのカーボンとかマグとかじゃないと多分そんなに軽さの恩恵ってもしかしたら受けないのかもしれないですけど、まあ ZRX のノーマルホイール結構重いので、マルケジーニのアルミ単造のこのホイールに変えて前後で3キロから4キロぐらい軽くなってるのかな、じゃなかったかな、ちょっと詳しく調べてテロップでもどっか入れときますけど、もうね団地ですね、もう運動性能は違います。もう倒し込みもコーナリング性能も全く変わりましたね。はい、本当にうおーって感じ。まあお値段はね、そこそこって違うな、かなり、はい、カスタムパーツの値段としてはかなり、いく金額です。なのでまあいくら効果があるといってもまあそうそうね、いいなと思って買えるパーツじゃないですけど、まあこれはね、もしそんなことを考えていらっしゃる方がいいなと思っていずれはと思っている方がいらっしゃるんであればおすすめですね。はい、そして次、これはねやっぱりクラッチマスターですね。はい意外ですか。まあこれ前も動画でご紹介してるんですけど、まあ私の ZRX1200S はまあベルリンガーっていうねフランスのメーカーのクラッチマスターがついてます。でこれなんで2位に上げたかっていうと、めっちゃ軽いんですよ。ほんと原チャリ並みっていうね、まあ今の最新式のバイクはアシストスリッパークラッチとかなってて、多分 Z900 とか Z900RS とか、
まあその辺も含めてですけど、非常にクラッチ軽くできてると思うんですけど、まあそれと遜色ないというか、どうだろう、軽いかもしれない、うん、まあ私ね、あの握力が昔からあんまりないんで、まあノーマルの時はね、ちょっとツーリングに行くと、もう夕方とかはね、クラッチもう手が痛くてね、握力がなくなっちゃってクラッチ握れなかったり握りづらかったりしてたんですけど、まあこれに変えてからね、まあそういうことはないですね、まあなので、第2位が、クラッチです。ベルリンガーの、ラジアルクラッチマスター。はい。そして第3位、これはね、やっぱりサスペンションですかね。最初に後ろリアサスですね、クアンタムのピギーバックツインに変えてるんですけど、まあノーマルの ZRX のサスペンション、リアサスペンションはね、まあ悪くないんですよ、カヤバの、ただね、ちょっとバネバネしいというか、そういう傾向があると思うんです。まあなのでこのクアンタムに変えて、まあこう柔らかくというかね、まあ初期の動きがかなりいいので、非常にまあこうコーナーでも乗りやすい、曲がりやすい、そしてフルアジャスタブルですから調整しやすいですね。ノーマルの小山はまあイニシャルがあの純正にありがちなね、こう無段階調整ではなくて一個ずつ山を変えてってね、こうスプリングを縮めるっていう調整なんですけど、まあこのクアンタムのサスペンションはまあ無段階調整なので、まあ好みのところでね変えられるっていうのがありますね。はい。そしてまあ前のフロントサスペンション、まあこれは結構経ってから変えたんですよ。まあノーマルのフロントフォーク ZRX はねかなりいいですよ。はい。でそのフロントフォークをずっと使っていて10年以上使ってたかな。それでまあフロントフォークスプリングをね、オーリンズのものに変えたり、あとフォークホールの粘土変えたり油面変えたり、オーバーホールのたびにいろいろとやってたんですよ。まあそれでノーマルのフロントオープンの時は最終的に落ち着いたのはノーマルのスプリングでした。はい。オレンジのスプリングは一時期ちょっと何年かつけましたけど外しちゃいました。なんかリアとのねなんかバランスが結局最終的に取れなくてっていうか私には乗りづらくて変えちゃいましたね。はい。まあそれでオーリンズに変えたんですけど、オーリンズに変えて一番最初に思ったのはこうサスペンションの動きではなくて剛性感でした。はい。いや、それはね、まあ多分トップブリッジとか三つ股との関連もあるかと思うんですけど、まあ私ノーマルなんですが、剛性感でしたね。でね、動きはねもちろん悪くないですよ全然。はい。まあただノーマルのフロントフォークもかなりいいので、まあ、そういう意味での例えば峠道行ってのこうコーナーとかのね走った時の感触っていうのはまあリアサスほどではなかった。はい。まあでも確実にあのコーナー途中に減速帯があるようなところではまあ収まりもいいし、乗りやすいですね。はい。そして4位か。はい。これマフラーですかね。まあ、私は吉村の機械曲げの、チタンサイクロンでサイレンサーがカーボンなんですけど、まあノーマルマフラーかなり重いのでね、多分
チタンの古液にするだけで10キロぐらい軽くなるので、これの効果は大きかったですね。まずサイダースタンドから車体を起こす時の重さが全然違いますよね。はい。そして音、そしてやっぱりこう乗ってこうアクセル開けてった時のね、こう感覚っていうのはね、はい、やっぱりノーマルマフラーとはもう段違いでしたね。まあ、そして、次がブレーキマスター、まあこれもベルリンガーのラジュアルのブレーキマスターなんですけど、まあノーマルはねラジュアルじゃないんで、まあこれもねタッチが全然違いますよね。ノーマルの普通のブレーキマスターはまあ極端に言っちゃうとオンかオフかまあこのラジュアルマスターはそれがこう任意にこう調整できるというか、そして初期でガツンと入るんじゃなくて、初期はすごく柔らかくてグニャっていう感じ、そして握り込んでいくと奥の方でググッと制動力が立ち上がってくる、これ非常に、いいですね。そう、作りもまあアルミの削り出しなんで、まあレバーとかのその精度もね、すごくいいですし、タッチもいいですし、はい、まあ別にベルリンガーじゃなくてもブレンボでもゲイルでもいいと思うんですけど、まあラジュアルマスターはねおすすめだと思います。はい、まあそれでちょっと今話しながら思いついたんですけど、あとはスイングアームですか。はい、大西ヒートマジックのスイングアームなんですけど、まあノーマルと比べてかなりごっついので、剛性感はかなり上がっているはずなんですが、まあ体感はちょっとすいません、私にはあんまりできてない正直、はい、まあそんなところです。はい、まあ今日はちょっと、久しぶりに S に乗りながら、まあ私が今までつけた、まあ、機能性というかね、はい、あのデザインじゃなくてこう動くものとしてのカスタムパーツで体感ができるもののこう 順位をつけてみましたと。はい、長い動画いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。まあ、もし、カスタムパーツでね、私がつけているものでここのとこはどうなのみたいなのがね、はい、今買おうと思って検討してるんだけどこんなところどうですかねっていうことがあればコメント欄で、書いていただければ、私がお答えできる範囲はね、なんとかさせていただこうと思いますし、はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、アローハー。